恥の多い生涯を送ってきました。自分には人間の生活というものが見当つかないのです。うちの妹も家計を助けるために売られてきました。あの子はまだ16だったんです。いやでも本当に特殊技能だと思っているので、声のバリエーションがやっぱりプロの声優の方と、もし僕のようなものとでは本当に持ってるバリエーションが全然違うので、今回本当にプロの声優さんに混ぜていただいてというか、胸を借りるようなつもりで今回参加させていただいているし、やっぱちょっとこう勉強になるというか、はい、なんかいろんな声のバリエーションがあって、その中の選択肢がいっぱいあってっていう、やっぱ僕らにはちょっとこう太刀打ちできないような、本当にこうすごいなと思いながら今日もアフレコをさせていただいたんですが、例えばドラマとか映像の場合は自分のこう演技が先にあって、それからこう完成したものを見るわけですよね。アニメーション作品の場合は先に絵があらかた完成していて、そこにこう乗っかるっていう、あらかた完成された世界にこう参加する気楽さと楽しみというか喜びというか、うん、それはなんか普段何もないところから台本とトガキ、セリフとトガキからこう派生する演技とはまたちょっと違った楽しみがあって、はい、とても新鮮でした。ものすごくこう人間の愛に飢えているというか、うん、まあでもどこかちょっと甘い自己愛もあってっていう魅力的なキャラクターなんじゃないでしょうかね。どんな人の中にも少しは含まれている部分がきっとあるのかな。それが多分人間失格っていう作品がこう古典としていろんな方にこう愛され読み継がれている理由の一つなんじゃないかなという気はしています。なんだろう、それで言ったらどうでしょうね。太宰に比べると僕はもうちょっとこう生まれた土地で言ったらこう南国の出身なので、あまりなんかそういう物事をこう深刻にというか考えないタイプのような気が自分ではしているので、なんか楽しいことの多い生涯でしたとかになるのかもしれないですね、死ぬ時は、うん、いろんな魅力はあると思うけど、太宰治の持つ何でしょうね、自分をこう必要以上にこう悪く汚く書くことで自分に陶酔する部分というか、うん、それはなんか若い青春のある時期にきっと微量に誰もが持ってるようなもののような気がしていて、こうヒリヒリと焼けつくような自分と世界との接し方、実際に自分にはなかったかもしれないけどあったような気になってしまうっていうか、うん、あんまりこう原作にとらわれない、そのこう原作からの距離の離れ方が非常に面白いなと思ったんですよね。で、多分僕が一般のお客さんとしてこれを見た場合にやっぱりもう一度原作読みたくなるし、こう原作をきれいに再現するっていう種類のシリーズじゃないような気がするんですよね。原作の世界から喚起されたり刺激された一クリエイターがアニメーションっていう別の道具を使って新たに紡ぎ出した物語って感じがして、見方を変えれば非常にこう誠実に
太宰であるとか芥川であるとか坂口安吾であるとかに向き合ってることになるんじゃないのかなという気がしていて、いっぱいありますからね。何でしょう、本当にあの片っ端からやってみたい感じしますよね、はい、この後のラインナップ何でしたっけ、人間失格やって安吾の桜の森やって心もやりたいし地獄編でしょ、やっぱ全部やりたいですね、はい、非常に、非常に志の高い面白い、シリーズが始まりました。あの今回この企画に参加させていただいて僕自身非常に嬉しく思っております。あまりこれまで日本文学に、触れる機会がなかった方にとっても非常に面白いシリーズになっていると思います。どうぞ楽しみにしてください。よろしくお願いします。